艦長、仕事中か、すまぬ、邪魔をした。艦長に送りたいものがあるのじゃ。ああ、艦長は記憶力が良いのじゃな。これは艦長へのお礼じゃ。気に入ってくれると嬉しいのじゃが、ここでこのような話をするのもおかしいやもしれぬが、いつもわらわのそばにいてくれて深く感謝しておる。艦長のような優しいものと出会えて、わらわは心より嬉しく感じておるのじゃ。艦長と出会ってから平凡な日々も楽しくなった。艦長の前向きな姿にわらわは救われたのやもしれぬ。何を送るか迷ったのじゃが、水信玄餅を作って艦長に送ると決めたのじゃ。艦長は知らぬかもしれぬが、わらわのふるさとでは水信玄餅に関する逸話があっての。一説では信玄餅はかの有名な武田信玄公が戦場に赴く際、携帯食として持っていた砂糖入りの餅が起源となっておるんじゃ。その武将は幾度となく勝利を収めてきた。じゃから信玄餅を持って出陣すると勝ち戦が約束されるという一種の験担ぎがあっての。食を通じてこの気持ちを艦長にも届けたいと思ったのじゃ。わらわのほんの気持ちじゃ。気に入ってくれてよかった。今回は黒蜜の代わりにチョコレートをあしらってみたのじゃ。より甘みが際立っておると思うぞ。それと暖かくはなってきたが、夜はまだまだ寒い。風邪をひかぬように注意するのじゃぞ、艦長。今後ともよろしく頼む。